どうも。あればソロ討伐プロハンターうさだペッコーラです。どうも。今日はまずはこちらを皆さんに見せたいね。ペコーラ最強の武器手に入れちゃうよ。まずは生産。失格だ。爪かっけー。これ太刀じゃなくない？カマやん。カマじゃんこれ。カマ、ちょっと待って、明るいところで見よう。なにこの武器。この武器でなんかぶっ放したいわ。これめっちゃ良くない？なんか死神デスサイズ思い出すペコだな。ペコーラ強化しちゃおう。やばい。今日このさ、漆黒の爪終焉、終焉終わりってことじゃん。これが最高で最大の武器っちゅうことは終わりってことだよ。次、ここがプロハンターの配信でしょうか。はい、すいません、昨日アルバトリを討伐しました。プロハンターウーペイです。もうそんなみんなにプロハンターって言われるとちょっと恥ずかしいな。いや、たまたまなんですけどね、倒せたの。うん、全然なんかたまたまなんですけどね。そんなプロハンターって言われると恥ずかしいペコだな。全然あれですよ、落ちりますんで。ペコーラ全然他のモンスターでも全然落ちちゃうんで、そんな、なんか期待したいのはないタイプですけどね。めっちゃ嬉しそう。いや、昨日脳尻やばかったもん、ペコーラマジで。かんちゃん、待って、こいつどんな攻撃だっけ。あ、ここ遅かった。早かった。あ、いいよ、これ効く。あ、ちゃんこれ効く。なんかしまってくれない、カマが。あ、違うね、これって。あ、撃てた。撃ち方がわからなすぎてどうしようと思ったわ。こんな、うわ、かっけー。いいじゃん、カマめっちゃいいかも。やばーい。プロハンの方ですよね。経験値リセットされた。うるさいねー。新しい武器で、おい起こせノウサギ。何しとんねん。やっぱペコーラはまたゼロになるタイプだからしゃあないの。負けないよ。でもオイラなかなかのプロハンターのところ見せてるな。なんかさ、軽く感じるペコーラね。ね、みんなにガチで聞きたいんだけど、ペコーラ、なんだっけ、高2の武器ベリオドスのさ、武器の時とブラキの時の武器のね、振り、この振りが、の速さが違うと思ってんだけど、ブラキの方が重く感じるんだけど、それでさ、正しい？これ。それは気のせい？一緒です。気のせいすぎる。嘘だろ？ペコーラ基本、ジンサラはブラキで言ってるんだけど、マジで重すぎて、なんでこんな重いのってキレキレ明かしながら言ったんだけど。さすがハンター、違いはですね。まあね、みんなが不思議なっていうことか。ナイス。やだ、あ、タケデブ、くそ、あるシンプルな防御。はに、悪口も良くないよ。口もないの本当良くない、やめようね。おばゆ、でもね、ゲーム中言っちゃうんだよな。これがペコちゃんの本性なのかな。マジペコーラ、基本言わないんだけどね。なんでだろう。これが、ペコーラの内に秘めた、かりそめのペコラなのか。次。キモ！イビルジョー、キモ！お前、手かわいい！ね、なにこのちっちゃいの！なんか手かわいいけど、キモい。なんか腐ったゴーヤじゃなく、なんだろう、なんかウイルスに侵されたゴーヤみたいな。やばいの、それお前は
泣いてるわ。大粒の涙出してる。ペコアラが拭ってあげなきゃ。優しい。小賢しい虫が。次いたー、ペコアラ一番。まずペコーラ顔に当てるわ。うわー、次はロセーザ。何やってんだよ、ロセーザ。ペコーラが一番最初にダウンしとるぞ。何してんの。はい、見つけたボーナスとしてダウンね。ダウンで300点ね。落とし物拾っとかないと、ペコーラ素材欲しいから。ば、意外と思う。夢ならばどれほど。芸術ポイント2ポイントマイナス1万ポイントじゃないよ。むしろペコーラは兜割りじゃなくて頭突き壁ドンしようとして試みた代500ポイント本当はもらうはずなのに配慮して2ポイントにしたんよ。あれ、ほら、でもやるのはペコアラっちわけかな。みんなナイス、みんな良くてみんなナイス。戦闘時に剥ぎ取る1万ポイント。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとかなんとかなんとかのカービィ、はい。